ケント公爵夫人マリナは、イギリス王族のケント公、ジョージ妃。ギリシャ王ゲオルギオス一世の孫で、同じく、ギリシャ王家出身のエディンバラ公、フィリップの重子にあたる。ギリシャ王子ニコラオスとその妃であった、ロシア大公女、エレナ・ウラジーミロブナの三女として、アテネで生まれた。その年の末に洗礼を受け、大父母には、ゲオルギオス一世やイギリス王エドワード七世、おじアンドレアス王子、 ロシアのボリス・ウラジー・ミロビチ大公、ウェールズ皇妃、メアリー、ロシアのビクトリア・フヨードロブナ大公妃がいる。11歳の時にギリシャ国内でクーデターが起きたことから海外での亡命生活を余儀なくされ、以降フランスのパリで過ごすこととなった。1934年11月29日、マタイトコにあたるケントコー・ジョージとウェストミンスター寺院で結婚した。 夫との間に二男一女を設けた。聖魂人のマリナ1942年8月25日、スコットランドケースネス沖合の北海で、イギリス空軍で活動中のケントコが操縦していた飛行機の墜落で事故死した。夫のケントコジョージと共に、夫の死後、イギリス王室の一員としてマリナは広い分野で公務を務めた。彼女は長く、 オールイングランドローンテニスクローケークラブの総裁を務めた。1957年3月、イギリスの旧植民地ガーナが独立する際、エリザベス2世の代理として独立式典に出席した。50年後、ガーナ独立50周年式典の際には、マリナの長男ケントコウエドワードがエリザベス2世の代理として出席した。1966年9月、 イギリス保護領ベチワナランドがボツワナとして独立する際、ケント公爵夫人マリナが再び女王の代理として独立式典に出席した。首都ハボローネにある公立病院の名はマリナにちなみ、プリンセスマリナホスピタルと名付けられた。マリナは1963年から亡くなる1968年までケント大学初代総長を務めた。 1968年8月27日、マリナは脳腫瘍のタムケンジントン宮殿で死去した。ありがとうございます。